料理動画。腹減ったよ。誰か、ぐるないのゴチになりますの、高級料理店のガーリックライス食べてみたいんだけど、高級料理店行ったことないから、行ったことないからさ、自作するしかないよね。でもなんでぐるなえのゴチのさ、番組でさ、なんかすげえガーリックライスめっちゃ出てくるよな、料理店に。ガーリックライスってなんであれ高級店にあるんだろうな。不思議でならない。そんなにやっぱ人気なのかな。なんかいつも高級料理店っていうか、そのさ、どこ行ってさ、だいたいガーリックライス頼んでるよね。ぐるなえのゴチはね。あれ、一回食ってみたいね。中華料理屋とかで、行ってないもんな。本気で作るところまず見せないとコメントしないでしょ。本気で作るとこをまず見せないとコメントしない。どういうことそれ、どういうことですか。あ、ガーリックライスはね、毎回ね、俺がゴチ見てた時はね、作るとこカットされてたね。見せなかったもんね。だから、そもそも作り方もわかんないんですよ。まあ、さっきクックパッドでググったら、わりかし、簡単だったんで、作ります。昔簡単だったんで作ります。なんかイメージとして高級料理店でよく出されるから、なんかすげえ難しいんかな、なんか難しいんかなみたいなね感じはしたけど、でも実際クックパッドに載ってる感じだとすげえ簡単そうだな、多分。すげえ簡単そうだな。証拠に材料見せて。あ、材料。材料見せますよ。材料、まずニンニク、こちら。2、4、5だから、5個で100円でした。包装ってむしろ大げさにやらないと。大げさにやらないと。いや、俺そんなの知らねえよ。そんな俺の包装に大げさとかさ、誰も望んでないでしょ。多分誰も望んでないよね。そもそも俺そんなテンション高え人間じゃねえから、大げさにやる気力もない、ね、
あの、ただ疲れるだけだ。大げさにやっても疲れるだけですよ。アホらしい。アホらしいのでやりません。まずニンニクをこちら。一個は使わない。これね、半分ぐらいかな。半分ぐらいかな。多分。半分ぐらいかな。ちょっと油入れすぎたな、これな、完全に。確実に入れすぎた。今の。まあ、簡単な話、チャーハンみたいなもんですよ、こんなもん。ニンニクを適当に薄くスライスした後に、ね。薄くスライスすんじゃん。で、この油に、それを入れるんですよ。さっきクックパッドで見た限り。これを、ね。薄切りにして油に突っ込んで、で、炒めて、で、その中にご飯入れて、あと醤油と塩と胡椒と、を入れれば完成。すげえ簡単じゃん。すげえ簡単じゃん。チャーハンよか、下手したら簡単なんじゃない？いや、それ言い過ぎか。それ言い過ぎ。それ言い過ぎです。ぶっちゃけこのね、ニンニクの皮を剥くのがめんどくさい。これがなかなか難しいんだ、この、ニンニクの。皮の、あ？なんて言った？サフランはなし。サフランって、それ何それ？聞いたことない食べ物なの。聞いたことない食べ物だな。何それ？サフランって。サフランシスコ。サフランシスコザビエル。これね、この薄皮が取れねえんだ、マジで。この薄皮がさ、取れねえんだよ、これ。お前らどうせ料理やったことねえだろうから、ママのお料理だけ多分ま、食ってるからわかんねえだろうけどな。お前らどうせ実家の、あれだろ、実家暮らしで全部、料理とか、ねえ、ママに頼ってるからわかんねえだろうけどな。ニンニクのさ、いわゆるさ、一人暮らしすげえ長いと、長くやってると、キュウリの、値段とかがわかる。ニンニクとか、キャベツの値段だったりとか、大根がどんぐらいで安いかとか。まあ、いわゆる物価ですね。季節によって、まあ、変わるじゃないですか。当然、旬のものっていうのは、安いでしょ。安くて栄養が高いんで、基本的に、旬のものを、まあ、食べるようにするのがベストなんですよ。でね、一人暮らしをね、俺もう何年やってるかな。1,2,3,4,5,6年ぐらいやってるか。大阪で昔一人暮らしした時は、4年間一人暮らししてたから。うん。で、さらに東京来て3年ぐらいか。一人暮らししてるから、まあわかるけどね。ほんと一人暮らしなんてお前、したことねえと、したことない人間はあれです。クズです。したこと人間ない、したことない人間は大体クズです。うん。どれだけ両親とかに迷惑かけてるか全く知らないね。うん。まあ、俺の場合は、家から追い出されたんですけどね。父親にね。出てけ。言われて、しましたけど。で、おまけにあれだぜ。高卒だからな。
あの大卒とか、あの大学とかだと、ほら、1年に100万円以上かかるじゃないですか。そういうのも結局全部親に出してもらってるわけでしょ。マジで、あの、あれだな、裕福だな。マジで。お前ら裕福でいいわ。で、ろくにさ、家事もせずにさ、ね、家事のさ、辛さとかさ、語っても、こちら、はい。これね、スライサー。これで、ニンニクをスライスします。何の説得力もないよね。一人暮らししたこともない人間が家事の辛さとか語ってる人間いるけど、本当に。お前何を知ってんだって話な。一人暮らしもしたこともねえ人間がさ、な、料理だのさ、大変だねってさ、言うけどさ。何も分かっちゃいない、ね、特に男はね、家族にいかにあの迷惑をかけてるか理解すらしてない、ね、まあ、だからそういう人間だからあの、まあ、ニートなんだろうけど、ね、まあ、でも俺の場合ニートでもあれですか、一人暮らししてますから、ね、あのニートであの実家暮らしの人間よか相当数倍マシだと思いますね。数倍、500倍ぐらいマシですね。と視聴者を、ディスるのがディスり終わった後に。まあ、そろそろ誰も見てないかなっていう状況で始める。よし、とりあえずスライスが終わったんで。まあ、こんだけあればいけるか。ああ、すげえ。やっぱあれだな。すごいな、これ。油で炒めるとすげえ香りが出てくる。これ後で YouTube に動画あげるわ。この料理動画あげます。人生初のガーリックライス。人生初ガーリックライスを作ってみたーみたいな。そうタイトル。そうみたいなタイトルで、ね。そうみたいなタイトルで始めます。おぉ、おぉ、あと塩コショウと醤油と、そう、塩コショウと醤油と、醤油と塩コショウ、醤油、あとなんだ、味の素入れよう。全然使ってないこの味の素。味の素はね、あのチャーハンにね、作るときに入れるとうまいらしいです。まあ俺やったことないな。いや、だいたいチャーハン自体そんな作らねえから。これでいいか。
あ、あったあったあった。あ、あ、あ、ヒベラン。やっぱね、チャーハン作るときこれなんですよ。ご飯投入。本当はね、薄くスライスしたニンニクと、あとおろしたニンニク、すりおろしたニンニクも入れた方がいいって書いてあったんだけど、ぶっちゃけ俺がめんどくさいんでやりません。あー！これあれなんだよ。厚底しちゃう。俺ニンニクがさ、すげえ大好きだから。これ割と深いフライパンなんだけど、これダメだな。仕方ない。あ、ダメだ。あかん、これは。これはあかん。塩コショウ。味の素。味の素はね、たっぷり入れた方がいいらしい。こんぐらい、もう大量に入れる。で、醤油をぶっかけて、今日はね、あれですよ。皆さん、知らない人に教えとくけど、今夜、8時から、YouTube の方で、昨日もやってたんですけど、大阪チャンネルっていうチャンネルで、ベジータとカイジがレトロゲーム実況っていうのが、ね、やりますんで、俺は、見ますんで、あれすげえ面白いんだよ。FF10 ですね。FF10 をですね、長時間、まあ、やってクリアするっていう。まあ、俺が宣伝しても、まあ、意味ねえと思うんだけど。一応宣伝しとく。あれ、ほんと面白いな。ベジ会は。これダメだ。昨日6時間ぐらいやったんです。昨日ね、夜の19時から、深夜の1時まで6時間配信して、で、その後に、まあ今日ですね。今日は、20時から、だったかな。9時からだったかな。多分20時からだった。これ難しい。こう。卵ちょっとチャーハンみたいになるけど、ほとんどあれだな、ガーリックライスっていうかあれだな、チャーハンだな、ほぼほぼチャーハン。
まあ、チャーハンは、あのね、美味しいですから。まあ、美味しいけど、ほとんど、ね、野菜が入ってないから、多分、ろくに栄養価、バランスとしては非常に悪い。強火にいけばいいんじゃん、これ。ずっと気づかなかったけど。チャーハンって強火でやるべきなんですか、多分。強火でやった方がなんか、いいんだろうね。あ、やっぱダメだ。やっぱりダメです、これ。ひっくり返せない。ひっくり返せないわ。今日はあれだな、ガーリックライス食いながらあれだな、ビールだな。今日はあのその8時まで、8時までガーリックライス食いながらあれだな、酒雑談だな。もうできたんじゃない、これで。できたろ、これで。ナレージが高いから混ぜるの難しそう。うん。これちょっとあれだね。一応高いやつ買ったんですよ。この厚底じゃないけど、なんていうの、深底的なやつね。買ったんですけど、まあ、なんだかんだ言って、これひっくり返せないですね。ほら。ああ、と。これできたら、これでいいわ、もう。いい。あと、個人的に好きなのが、鍋位置が高いから混ぜるの難しい。ああ。なんか、それ昔売ってた人がいたな、そういえば。この下はね、これなんでこれ厚底にしてるかっていうと、ここにね、渦巻きコンロみたいなのがあるんですよ。ここに、本来は。ここにね、渦巻きコンロがこの下にあるんですけど、すげえ、つけるとすげえくせえのよ。もう昔の、相当昔の渦巻きコンロ、もう付属のやつね。この、シンクにもう設置されてるやつ。それだとものすごい臭い上に、ろくに温まらないんで。延長しました。30分延長しました。仕方ないんで、これを、終了まであと5分になりました。この IH の、ね、やつを買って、で、こう開け底にさ、本来、やっぱここ平らじゃないとダメですよね。この、IH がね。置くのはやっぱ平らじゃないといけないんで。ダメなんです。で、これあえてこうやって今放置してますけど、こうするとね、おこげがつくんです。このおこげが美味しいんだ。あえて、放置しといて、焦げを作るっていう。渦巻き時期置きじゃダメだった？渦巻き時間置きだとね、不安定なんですよ。不安定なんですよ。
下だね。今日はあれだ、見栄えを良くするために皿使ってやるよ、お前。本来はこれ、俺このまま食うから、こうやって。普通に。フライパンごと食うからね。よし。一人暮らしあるある。ということで完成です。あれちょっと待って、マジで。あれベジータとカイジまだだよね。下手したら7時とか7時とか抜かさないな。あ、20時だ。危ねえ。あと1時間。あと1時間あります。ほんと最近酒飲まなくなったマジで。なんだろう、調子悪いのかな。最近あの調子が悪いんだ、大体気分的によろしくない。意外と焦げつかずに良さそうなフライパン。ああ、なんかね、ブルーダイヤモンドだからね、ダイヤモンド加工のやつ。前使ってたフライパンがね、テフロン加工だったんですけど、それがもうテフロンが、なんかすげえ錆びついちゃって、すごい焦げつくんで、買い替えたんですけど、なんかブルーダイヤモンドのどうたらこうたらってやつ、まあ値段1500円ぐらいだったかな、1000円だったかそんぐらいで売ってたんで買ったんですけど、あんまりよろしくない。1500円だから多分あの値段が安いからね。普通あのブルーダイヤモンドのそのダイヤモンド加工のやつは結構高いんですよ。3000円ぐらいするんです。それなのに、ケチな俺はね、そこら辺で、安いの見つけたから買っちゃったんだけど、やっぱりね、同じね、ダイヤモンド加工でもね、全然、多分、ティファールとかの、だったら絶対いいんですよ。明らかに。はい、完璧。高いやつは絶対いいんだって。はい、いただきます。おあーあ、おこげがいい。ゲロ？ん？ゲロではありません。10個目さえいらっしゃい。なんかね、いつもなんだけど、チャーハンって作ると、いつもなんか、皿パラパラじゃないんですよね。なんか、ネチョネチョしてるっていう。パラパラのチャーハンはなかなか難しい。一説によると、溶き卵をご飯に一回もかけといて、最初から。その別の皿にご飯入れて、で、溶き卵をそこにかけて、で、こう、まんべんなく混ぜて、その、卵の、に浸すんですよ。で、そうすると、米と米の間に、
卵のコーティングができるから、あのパラパラにできるって、まあ昔あの伊藤家の食卓でやってたわ、確か。うん、美味しい美味しい。伊藤家の食卓とか懐かしいな。15年ぐらい前だぞ。うん、でもうまい。あ、ついでにあれがある。あ、これ使えばよかったわ。じゃじゃじゃん。これあの18年の8月15日に漬けた、これあの、ニンニクの醤油漬け。で、この醤油にニンニクを漬けると、すごいニンニク、あの、醤油がニンニク醤油になるんですよ。香りがね。これにこれ入れたい、その醤油使えばよかった、これ。これね、あのね、酒のつまみにね、作ったんですけど、あまりにもしょっぱすぎて、酒のつまみにもならないっていう。なんかご飯のお供にしかならないっていう。あまりにもしょっぱい。うん。うん。あ、うまい。うん。ガーリックの味がすごいわ。ニンニク。俺どうせ誰とも人間関係がいないんで、ニンニク食っても、誰も臭いって言う人いないんで、全然 OK。 あとね、ニンニクレンジで2分温めて塩とごま油かける。あ、それそのまま食うんですね。あ、でもニンニクってほら、なんか加熱するとさ、なんか芋みたいになるでしょ？なんか、ホクホクしたなんか、芋っぽくなるよな。多分それ、いわゆる、揚げニンニクとか焼きニンニク的なね。うん。それも美味しそうだ。どっかの居酒屋とかで焼きニンニクとか出るよね。揚げニンニクとか、串に刺さってさ、串焼きのさ、ニンニク。皮付きのまま温めるらしい。あ、そうなんだ。じゃあ、いただきます。めちゃくちゃしょっぺ。皮付きのままか。爆発しないだろうな。まあ、爆発してもあれか。生卵はあれ、電子レンジでチンすると爆発するから。関係ないけど、昔、うちのばあちゃんがさ、アルミホイルのさ、まんまさ、レンジでチンしてさ、火事になるとかさ、電子レンジってさ、ね、アルミ系とかさ、キラキラしたやつ、開いたのダメなんですよ。まあ、みんな知ってるとは思うけど。だから、うちのばあちゃん本当にそんなこと知らないっていう、まあ、うん。火事になるわ、マジで。まあ、年寄りってあんまりほら、知らないでしょ。電化製品、家電とかさ。
まあ、特にしかも女性ってあんま知らないでしょ。なんか、メカに弱いでしょ。うん。だからなんだろうね。ご飯と一緒に食うと美味しい。あとあのこの豆知識、トリビアだけど、ニンニクってあの新鮮なものだとあのすりおろして10分ぐらい置くと5分ぐらいだな。5分ぐらい置くとね、あの緑色になる。緑と青を足したようなあのエメラルドグリーンになる。これはね、なんでなるかっていうと、酸素と、まあ、結合して酸化ですね。酸化して化学反応を起こして、緑色になるので、まあ、それで、まあ、いわゆる、新鮮かどうかを、まあ、測ることはできるんです。うん。ニンニクほっとくとね、根生えてくるからね。根じゃねえや。葉っぱ生えてくるからな。芽か。それ売ってるよな。スーパーとかでさ、ニンニクの芽ってさ、売ってる時あるじゃん。あれなんだよ。まあ、なんか食っても問題ないんだけど。あれ美味しいよね。レバニラのレバーみたいな感じね。違う、レバーじゃねえ、ニラみたいな感じね。うまいっす。でも逆に驚きだよね。ニンニクの、そのままニンニクを売るっていうのはわかるけど、わざわざ芽を出させて、で、その芽を売るっていうね。うん。多分季節もんなんだろうけど。多分旬があって、多分旬の時しか市場に出回らないんじゃないのかな。多分。うん。まあ、ニンニクはね、風邪予防とかになるから、うん、免疫力アップするらしいです。あと個人的にはまあニンニクって焼いたりするとホクホクな芋みたいになるんですよね。で、芋になる上に香りがニンニクのと、まあ、臭い香りが、あらかたなくなるんですよ。加熱で。まあ、なんで、まあ、個人的には生の、ニンニクをすりおろしたりとか、まあ、さっきみたいに輪切りみたいなのして、青森さん、たっけんだよ、あれ。青森さん買ってんだよな。さっきの一つ。一個で100円とかだよね。一個で100円だから。中国だとさっきあれ5個で100円だったけど。まあ俺そんなの気にしねえから。
特別気にしねえからいいけど。もう普通に、福島さんのとこでも普通に食うからな。昔話題になったじゃん、ねえ、福島の災害でさ、放射線がどうたらこうたらって。普通に無視して食うからね。まあ、多分最近だいぶ落ち着いてきたのかな、な。まあ、中国とか韓国さんよか、まあ信用できる気がする。言っちゃ悪いけど、中国と韓国はマジで、クソだから。クソみたいな人間しかいないと思ってるから。あと北朝鮮もな。だからあいつらに金出すぐらいだ、福島さんのやつ食うわ。別に死んでもいいわ。放射線で死んでもいいから普通に食うわ。ね、福島さん、福島のさ、生主って結構多いんだよな。いや、有名人とかでもさ、当然いるんだけど。最近、なんだ、AV デビューした、ハム太郎さんもね、あの人、あれ福島ですよね。仙台。うん。あ、結構いるんだよ。暴れる君しか知らない。むしろ俺、暴れる君が知らないんです。あと、俺が初恋のね、初恋したね、真央ちゃんっていう子がいるんですけど、あの子も、最初新潟にいて、その後に、福島行って、仕事かなんかでね。で、また帰ってきたらいいんだよね。聞くところによると。マジでみたいな。で、普通にね、告ったら振られたっていう、パターン。約束の、お約束のパターン。今でも後でも、あれほどの女いないね。うん。あれほどいい女いないと思う。もう結婚、俺ほとんど結婚願望まるでないけど、あいつとだったら結婚したかったもんね。うん。それぐらいのレベル。割とさ、女ってさ、すぐ結婚したがるじゃん。昔のさ、この70キロのさ、超デブのさ、付き合ってた女もさ、半年ぐらい付き合って、そしたらこう言ったんですよ、俺に。ユッキーの、精液が欲しいって言ってきた。あれにはちょっとね、ゾゾッとして、で、さらに言ってきたのが、最近生理来ないのって言われて、はぁ？と思って。はって思った。毎回、コンドームつけて、ね、生でやったことないんだけど、最近生理来ないのって言われた。その時にはね、とんでもない、未来が見えた。で、その数日後、やっぱり来たって言われた。当たり前だ、おめえ、ボケって。お前な、物理的にそもそもさ、コンドームでさ、ね、いわゆる出した後もさ、コンドーム取ってさ、もう現物確認してんだよ。明らかに誰も何にも漏れてないのに、できるわけねえだろって俺言ったんですよ。普通に言ってくるからな。平気。その子が20歳でね。俺は22歳の時に、二十歳で、しかも少女だって言ってましたけど、性欲が
あり余ってるみたいだね。あの、女なのに毎日、あの、オナニーするって言ってたからな。女で毎日オナニーするやつ多分いないですよ。多分。全人口のあの、1% だよ。聞くところによると、女は1週間に一遍ぐらいしかしないらしい。まあ、サバ読んでんのか何なのか知らんけど。サバ読んでんのかもわからんけど。信用ならな。女の経験人数は信用ならない。女の言う経験人数は確実にあの、プラス10ぐらいいってる。女は基本的にあの、信用しちゃダメだから。うん、あの平気で嘘つくからな。平気で嘘つくんだ。あの、例えばさ、結婚しててさ、ね、なんか、浮気を、その、浮気のなんか証拠みたいなのを見つけて、たりとかなんかしたときに、まあ、はったり的なね、はったり的なことをかますんですよ、そういう。これ誰のものみたいな。そこら辺に100均とかで買ってきたあの、ピアスとか見せて、これ誰のって落ちてたけど。は？敵だね。そういうハッタリを平気でかましてくるから。マジで。間違いなく女はね、あのね、例えば、イエスって言っても、あの、ノーの場合あるから。割と高確率で。なんか心配しないでねって言ったら、心配してねっていう意味らしい。そんな知らんって話。そんなもわかるかって。だから基本的に男はね、あの素直だからね、あの嘘つかないんですよ。だからそんなあのイエスがノーで、ノーがイエスって。そんなやることのね、女がやるっていうこと知らないんですよ。だって自分がそんなに嘘つかないの。真逆のこと言ったりしないの。
食った食った。うわ。やっぱあれだ、肉はあの肉ちゃうわ、人間あれだ、食ってる時が一番幸せだよ。うまいものを食ってる時が一番幸せだわ。後の人生はおまけみたいなもんだよ。とはよく言ったもんだな。ドラクエ5だけど。よく言ったもんだよ。後の人生はおまけみたいなもんさって。偉い人が言ってたよ。偉くはないけど。30分延長しました。延長しました。終了まであと5分になりました。そうだ、あの関係ない話だけど、あの最近、あの違う、最近じゃねえな。あのインフルエンザがものすごい流行ってるらしいです。ニュースによると、1995年以来の、あの、流行っぷりだそうですね。全国で220万人が、あの、インフルエンザに感染したらしいの。お前ら気をつけろよ。ああ、あと。あれ、明日だったっけな。違う、あさってか。あさっての日曜日になんかすげえ暖かくなるらしいんですよ。最高気温が19度ぐらいになるらしいんですけど。で、その次の日が、あの最高気温が10度ぐらいらしいんで、まあいわゆる寒暖差だな。前日と10度も違う、あ、9度か、9度も違うみたいだな。人間そういうの、そういうあの寒暖差がな、寒暖差の時が一番危ねえんだよ。
人間は体温が1度下がると免疫力が 20% か 30% ぐらい減るらしいから。逆に体温が37度の時に一番免疫力が高いらしい。高くなるらしい。ググったところによると。仕事してんの？してねえよ。17個目さんいらっしゃる。だからニートって書いてあるの。で、体温が42度を超えると、脳の中の、脳細胞というか脳が、脳のタンパク質が凝固するらしくて、凝固始める。だから42度、だから41.9 度までは大丈夫らしい。俺のガキの時にインフルエンザかかって、体温が20度いったからな。違う、20度、42度いったからな。エラーでね、42度以上いくとね、エラーでね、エラーの E の表示が出るわ。だから実質本当に42度になったのがよく分かってなかったですよ。多分なってるっぽくさい。でも人間42度になってもね、意識がしっかりしてたりすらね、大丈夫らしい。俺がガキの頃だから、ほとんど覚えてねえけど、インフルエンザにかかって、そのかかった時が、休みって休日でね、で、病院の救急窓口みたいなとこに、深夜連れてかれて、で、ベッドで横になって、で、体温を測ったら、エラーってなってて。で、先生が、これは42度超えましたねって言ったんですよ。で、その時の俺の状況が、もうなんか頭がクラクラしてて、なんか、ふわふわしてたの。案外ね、そこまで辛くないんですよ。39度とか38度ぐらいが一番きついんだよね。人にもよりけりなんだろうけど。40度超えたりするとね、あんまりね、そこまで辛くもないんですよ。ただ頭がね、クラクラするので、あんま歩けないっていうか、歩くとフラフラになる。で、昔ガキの頃、よく座薬っていうのが、座薬ってあったじゃないですか。小学生の1年生ぐらい以下、それ以下の年齢の時は結構座薬が使った覚えあるんですけど、あれはググったところによると、解熱剤らしいね。
で、一応、口内、口の中で、まあ、粉薬とか、まあ、錠剤とかでも一応、解熱剤っていうのはあるらしいんだけど、座薬は、座薬は直腸から、なんやダイレクトに効くらしいんで、粉薬とかだとね、一回なんか、肝臓を通るらしいんだよね。一回肝臓に吸収されるらしいね。なんで、肝臓に 50% ぐらい持ってかれるらしいんですね。なんか。だから、座薬っていうのは、その肝臓に行かないらしいんです。直接、なんだ、血流に溶け込まれるらしいっていう話は聞いた。聞いたっていうか、ググった。ググったところそうらしい。結構あれだね。知らなかったね。確かに今思うと座薬なんてもう使ったことないもんな。座薬使うのすっげえ嫌いでさ。すっげえガキの頃めっちゃ嫌いでさ。あのケツの中にさ、入れるのすっげえ嫌いでさ。もうすっげえ嫌だったもん、あれ。マジで。人によりよりけりだけど、あれを気持ちいいって思う人間もいるらしいです。なんか痛気持ちいいみたいなって言ってる人間もいるらしいわ。まあ多分そういう人間は生粋のド M かなんかだな、間違いなく生粋のド M だろうな。昔ね、アダルトグッズで、アダルトグッズでね、ケツの穴にね、そのアダルトグッズを入れて、なんか振動させる、やつが売ってたんですけど、で、なんだっけな、なんとかかんとかを刺激してすげえ気持ちいいみたいな、昔なんか、そういうのネットで見て、まあ購入してね、実際やってみたんだけど、全然気持ちよくない。なんか前立腺だったかを刺激するとすげえ気持ちいいとかって書いてあったけど、全然気持ちよくなかった。速攻で捨てたもん。あと一回試したことがあって、綿棒を、尿道に突っ込んで、なんかオナニーするっていう記事があったんで、ネットでね、見たんで、それでやったんですよ。すごい、痛い。あれは、やらない方がいい。いや、やらない方がいいっていうこともないけど、多分やっても全然気持ちよくないんですよ。痛い。痛かったんで、もう、やめました。まあ、人間はあれですよ。試すのは重要です。試す、なんでも、試すべきなんです。割とその、ね、実体験、
しないとわからないことっていっぱいあるから、実際に経験してみるのが一番です。たまにニュースになるけどさ、なんかケツの穴にさ、なんか、牛乳瓶差し込んでなんか取れなくなったとかなんとか、っていうニュースがありますけどね。あれは結局、ね、あれは多分結局あれなんだよ。実体験したんだよ、多分。ネットとかで見て気持ちいいみたいな、そういうのは乗ってたから実際やってみたけど取れなくなったみたいな。そういった類だと思う。多分な。スモーキングマスター、やっぱスモーキングのマスターがなんか一番無難だね。ものすごいこの無難なうまさっていうか、無難にコスパがいい。